2011年3月11日，东日本大震灾袭击了日本。震灾过后11年，在许多人们的努力下，福岛的复兴有了惊人的进展。这让大家能尽情享受东北的魅力、美食与观光。私たちの蔵は、いい原料、しっかりとした技術、最上のものを注ぎ込んで、酒造りをしております。非常に味わいとしてはフレッシュ感あふれる、キレの良くて甘み、うまみのあるお酒となっております。全国の人とか世界の人たちに会津のお酒って美味しいんだっていうのを認めてもらうために、こういい酒造りを続けていって飲んでもらうっていう、それが福島県へのこう恩返しになるような気がしてというか。常磐もの御膳と言います。いわきで獲れた魚ですね。こちらが夢かそごと言います。いわきでは常磐もののどくろとも言います。とても脂が乗ってて、この釜の部分とかがすごく美味しいです。皆さん全部完食してくれるんで、いや、よかったなと思います。本当にそれだけ美味しい魚なんだなって。アルキッチャーの料理は必要以上な、まあ、一つのお皿に多くは載せないんですね。素材の味が分かるようにっていうのがコンセプトなので、牛でしたら、まあ、福島牛は黒毛和牛ですね。とてもうまみがあって美味しいですし、福島県産 のトマトと、あとは今こんな立派なロマネスコ、いろんな自慢の野菜がいっぱいありますので、農家さんにとっては大変な10年だったっていうので、どんどん積極的に使って広めていけたらなって、また福島県が元気に頑張っていけるような土地にしたいですね。经历海啸灾害后，丰饶的渔场又回来了。福岛县以农林水产物为对象，实施放射线监控检查，确认了流通的产品全都是安全的。静かですね。静かな感じじゃない、にぎわっていないところが逆にいいんじゃないですか。天然のこのイワナですね、釣り人が本当に釣ってくるんですよ。鴨鍋は山菜とか地のものを使ったお料理です。奥会津とかね、猪苗代とか見るとこいっぱい会津にはね、あるので、踏み込んだら大変ですね。1週間もいないと間に合わないぐらいに、ぜひ長く会津の方にいらしていただきたいと思います。福岛的室内空间辐射剂量率现在已减少，和全球主要城市比起来也没有差距，可以安心在这里逗留。从东京前往东北六县的入口福岛，距离东京约250公里，超乎想象的近。搭新干线1.5小时，开车约3个小时就能抵达。东北六县充满无尽的魅力，吸引人们造访，能感受到四季变迁的自然，震撼力十足的祭典等，满载令人惊艳感动的看头。距离东京还算近的福岛，是美食、享受、放松的宝库，是东北的入口。未来也会继续迎接来自全球的人们，提供在全球引以为傲的美食和观光，让大家乐在其中。为此，福岛会继续前进。